ボナセラトゥッティ、皆さんこんばんは。今夜も小野由紀子のベルナセラータ、皆さんと素敵な夜を一緒に過ごしていきたいと思います。はい、今日はあれがないね、あれがないので、ツイッターの X の今トップにですね、鳥越アズーリ FM の、トップに、私たちの写真が載ってると思いますので、何かコメントとか質問がありましたらそちらにコメントをください。はい、そして今日も事前にいただいているメッセージがあるのでご紹介いたします。まず、はい、宮司さんこんばんは。3連休お仕事ご苦労様です。文化の日の連休とあって文化祭が真っ盛りですね。昭和音大祭も今日と明日新百合ヶ丘で開催されていますが、小野さんは卒業してから母校の学園祭に出演したり遊びに行ったことはありますか？思い出話があれば聞かせてください。学園祭ね、やっぱなんかね、文化祭って言ったらね、私は高校が一番楽しかったかな。大学も一応あったけど、なんか屋台にちょっと食べ物を買って食べるみたいなくらいだったかな。しかも今新百合ヶ丘に大学ありますけど、私たちが行ってた時代は厚木だったので、そうそうそう、だから新百合の校舎はね行ったことはありますけど、あんまり行ってないですね。そうそうそう、はい。そして大阪の梅川さんこんばんは。ゆきこさんこんばんは。明日は福岡コンサート頑張ってください。親方も福岡場所、水戸龍勝錦式も頑張ってほしいです。今日のゲスト風明社様ですね。今は SNS 携帯の時代ですけれども、子どもたち大人の方も見て読んで書いて紙のぬくもりに接して本の中の感情に接してほしい。そうですね、そうそうそう、明日福岡コンサート、明日早朝に福岡に行きます。はい、そう、場所もね、もうみんな今、部屋全員福岡にいるんですけどね。はい、場所はまだまだ始まらないですけど、はい、そうですね、今ちょっと SNS とかね、電子書籍とかも多いからね、はい、その辺の話もちょっといろいろ伺っていきたいなと思います。はい、ということでこの番組はですね、太鼓チェーンさんの提供でお送りいたします。ひと切れに心を込めて、ひと切れに思いを乗せて、日本に笑顔を、日本に元気を。はい、浅草橋の海鮮居酒屋太鼓茶屋さん、たくさんのドラマや映画、CM などのロケ地としても有名で、テレビでも頻繁に紹介されている超人気店。ランチは食べ放題で、日替わりのお刺身、数種類やおかず、サラダ、ご飯にお味噌汁、デザートまでついて50分2100円。夜は居酒屋さんとして、季節のコース料理やアラカルトでもたくさんのメニューがあり、目の前で見られるマグロの解体ショーや大じゃんけん大会などのイベントも毎週金曜日と土曜日に開催しています。マグロの解体ショーではおろしたてのマグロがその場で競りにかけられ、破格の値段で大トロや希少部位が食べられます。大じゃんけん大会ではマグロや割引券、太鼓茶屋グッズなどの豪華商品が当たります。その他通販やデリバリー、テイクアウトもやっていますので、ぜひ一度行ってみてくださいね。そしてパーティーやイベントでのマグロの解体ショー出張サービスの注文も受けたまわっていますとのことなので、詳しくは太鼓茶屋と検索をしてホームページをご覧ください。はい、ということでちょっとね、今日はご紹介したいことがたくさんありますので、サクサク進めていきたいと思います。はい、ということで今日は本当にお忙しい中、素敵なお二人にお越しいただきました。株式会社風明社代表取締役の青田めぐみ社長と、営業推進プロジェクト局局長黒岩康元さんです。ようこそ。ありがとうございます。可愛いですね、ピンク、二人ともピンク。そう、合わせてきました。はい、
はい、あれどうしました？おとなしい。どうしたんですか？急に。そう、さっき控え室でね、ピンク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 で、はいはい、ちょっといろいろね、お話、飲みながらお話してましたけど、はい、まずじゃあちょっと乾杯を、あ、そうだね、したいなと思います。結構むしろ硬くなっちゃった、さっき。そう、なんかおとなしくなっちゃった。僕らさっき、逆だよ、そう。じゃあ、乾杯。はい、ちょっとワインの紹介をさせていただきたいと思います、うん、はい、今日のワインはね、ミラノがある、ロンバルディア州にあるミニーニというワイナリーのミニーニガルダロッソというワイン、あのロンバルディア州ってあのもうスイスの方ですね、うん、北の方ね、でこの ミニーニガルダロッソのロッソは赤ね、でガルダってガルダ湖っていう湖があって、イタリアで一番大きい湖なんですね、ガルダ湖って、はい、で、まあ、ちょうどね、場所はミラノとベネツィアの間ぐらいにある大きな湖なんですけど、そのガルダ湖の美しさを称えるためにこの名前にしたそうです。でね、ブドウはメルロ、カベルネソービニオン、コルビナ、ベロネーゼの3種類、チェリーやラズベリー、プルーンの香りでフレッシュなバランスのいいワインになっております、うんうんうん、どうでしょうか、美味しい、フルーティー、フルーティー、飲みやすいし、ワインはお好きですか、うん、大好きです、ね、はい、いや、僕好きなんですけど、ちょっと赤ワインね、たまに具合悪くなっフルーツがちょっと、いやでも今日なんとか持ちますね、大丈夫、ちょっと赤くなってきたね、ね、ちょっとさっきから飲んでたり、ね、ゆっくりで、うん、ちょびちょびで、しましょう、はい、ということで、そう、ね、9月に、お世話になりました、こちらこそです、ね、何でお世話になったかちゃんと説明しないとね本当にあの文明社さんが創立10周年を迎えられまして、10周年は9月だったんですか、8月だったんです、8月、うん、すごい、もう本当この時代に出版社さんで10年ってすごいことだと思います、おめでとうございます、おかげさまで成長させていただいて、いや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 、うん、私は、うん、ね、本当になんかその、うん、ね、あるご縁でね、うん、そのパーティーで、はい、創立10周年パーティーで歌わせていただきまして、はい、素敵な会にお呼びいただきまして、はい、その後の懇親会までご一緒させていただいて、はい、なんかね、本当になんていうの、なんか出版社って、ごめんなさい、私の勝手なイメージね、はい、すごいお堅いか、うん、お堅いか、はい、だらしないか、うん、っていう、だらしない方だよね、多いね、多いね、多いっていうね、勝手なイメージがあったんですけど、うん、その懇親会でね、みんな被り物とかしちゃって、うん、ね、青田さんもなんかもじゃもじゃのね、アフロみたいのしてましたし、そうそうそう、ね、なんかカエル、ひよこかなんか被ってましたよね、でもね、一緒に被ってくださると思わなかった、そうなんですよ、だからなんて愉快な会社なのかしらと思って、そう、写真あります、その時の、あ、でもこれは被ってる写真じゃないんだけど、そうそうそう、歌わせていただいてね、はい、そう、いや、いい会にさせてもらって、ね、そう、乾杯前にね、ちょっと歌わせていただいて、はい、まあそんなにあれです、あ、かぶり物、かぶり物、あ、私もいた、あ、ちょっと映ってるね、映ってる、アフロ、うん、うん、そうなんですよ、こんなことやるんだ、いや、私は全然大好きなんでいいんですけど、なんかすごくそのお堅いイメージがあったので、あ、こんなことやるんだって、なんかやっぱその会社の色が、そうですね、カラーがね、そう、なんか面白いなと思いました、ね、ずっとかぶってましたね、うん、ずっと最後までかぶってましたね、うん、これそんなにいいんじゃないこれね、いろいろ試してたの私、でもなんか髪がね、こうかぶる系はね、ここが届かなかったりとかでね、私もなんかもう面白いのやりたかったんだけどね、カエルとかヒヨコとか、パンダね、用意しとけばよかった、パンダを事前にしとけばよかった、パンダさん、いやいや、なんなら私持参してけばよかったと思って、やると分かっていたら、ね、ちょっと情報足りなかったね、猫ちゃんになっちゃったね、うん、ね、ということで本当に、あ、出た出た出た、え、クロワさん、僕分かんないじゃんね、あれ何、あの緑の人だよね、帰りでしょ、一応あれ緑の人でしょ、そうそう、カッパ、カッパかね、あれあれ合ってんのやり方、いや、そうか、なんで、
目しか出てない、うん、あれ息できない、うん、含め意識しちょっと僕だけだね息が、いやいやいや、うん、ほんとなんか楽しい会社さんだなと思って、うんうん、すごいすごい私の中で好感度、まあ、好感度って言ったらちょっとあれですね、偉そうですね、いやイメージがすごい良かったです。いや本当にもう、うん、あのスタッフね少ない中で10周年ドタバタやってたから、助かりました。本当あの、ね、打ち合わせさせてもらった時いなくてね、自分はもうね私か、うん、私ね、でもうこうやったらいいんじゃないかって逆にゆっこさんからいただいて、あれで本当花演出ねしてくださって助かりましたね。いやむしろむちゃくちゃ迷惑かけました、ね、いえとんでもないです、すごく楽しませていただきました。帰るって言われてもしょうがないなと思ってた、最後までいてくださったからね本当しかもね、楽しかったです、ね、楽しみです、はい、ということでですね、まあ、お二人のちょっとプロフィールをご紹介したいと思いますけれども、まず青田社長からでよろしいでしょうか。もちろんです。はい、青田めぐみさん、はい、茨城県生まれ、はい、生まれた時から家に犬がいて犬の背中に乗って育つ、隣に保育園があり生まれた時から保育園に通う、原風景は保育園の大きな芝生の園庭、はい、大事なことは全て保育園で学んだ、はい、出版社2社を経て娘の出産後2013年に風明社を創業、保育所、これからの保育シリーズ、子育て本、社会問題本、発達障害の本などを刊行中、刊行中だってます？合ってますよ、うん、ね、うん、はい、この度の新刊、妻が余命宣告された時僕は保護犬を買うことにしたが発売10日で5ずり3万部を超えヒット中、うん、大ヒット中、ヒット中です、はい、自身も保護犬を飼っている、はい、はい、ということで茨城県どちらですか。茨城県の、駅でいうとね、うん、駅で言うと古いに三髄の川って書く、はい、一番西、西、西の最南端、そうなんですね、うん、ですね、はい、え、犬の背中に乗って育ったのね。わかんない。犬育てられてたの？どんだけ可哀想な人じゃないですか、ね。初めて知った。なるほど、そういうことね。いやいや違う違う。犬の保育園に行って。犬の違う。人間のね保育園に行って。え、大きいワンちゃんだったの？大きいワンちゃんでね。大きくて白くってね。そうそういうことだ。いいですね。そうなの。この大事なことは全て保育園で学んだっていうのは、うん、どんなことを学びましたか。もう今にも生きてますよ。何でもですよね、うん、なんだろう、挨拶挨拶はい、はい、いつも明るくはい、大したことない多分ね、どこの保育園でも、うん、どうしたんだろう、ちょっとキレがなくなったごめんまあいいや、でもね、ほら人には優しくとかね、当たり前のことですけど、うん、大事なことじゃないですか、うん、それ覚えてるんですか、うん、覚えとね、うん、朝から晩までやっぱりほら、うん、いるから、うん、いろんな体験をさせてもらって、うんうん、そこでほぼほぼ固まりましたね、私は。記憶があります、うん、保育園の時の記憶とかって、うん、いやあんまりないよね、うん、なんか遊んでたくらいしかないよね、うん、急に何か思い出したりすることあるけどね、うん、今何かって言われたらね、出てこない、で、こう今の青田社長に至ってるんですね。至ってます。保育園で学んだ、はい、ピンクで、はい、そのまんま、うん、はい、ピンクは可愛いって学んだんですね。はい、そうですね、ピンポン、はい、ピンポンいただきました。はい、はい、で出版社2社を経て娘さんいらっしゃるんですね。そうです。あら、おいくつ？ね、14歳かな。小学生。金だ、うん。大きくなりました。はい、で、まあ、10年前ですね。2013年に風明社を創業。うん、そうです。これ。まあ、だから出版社にもともと入ったきっかけ、どうしてその業界に、うん、どうしてその業界、はい、あ、入ったんでしょう。多分その保育園の全て学んだっていう時も、はい、毎月絵本を一冊買っていただいていて、はい、そうそう、本が大好きで、そうなんです。就職の時にやっぱり出版社に行きたいと思って、うんうん、はい、ありがたいことに入れさせていただけて、うん、で2社減って、うん、はい、まあ、その2社目でお隣のね、うん、あの黒岩さんと出会ったわけですけど、うんうん、はい、それ絵本
から急に入ったわけじゃないよね、うん、その本はずっと学生時代とかもずっと好きだった、うん、あもちろんもちろん小説とかもいろいろ読んでもちろん本が大好きでね書く方にはいかなかったんですねいかなかったですね作る方に行きましたね作る方に、うんはいはいこのまま出版社2社を経て、うん、こう自分でこう創業しようと思ったのはどうしてですか、うん娘を産みまして、うんうんはい、娘を産んだのが2009年か19年です、うんはい、産みまして、うんはい、そうですねそれがきっかけですねやっぱりなんかで、ね、ビジネス書とかねビジネス書とかIT 書とかそういうのを作ってたんですよ、うん、じゃなくって、うん、娘を産んだところ、うん、だって自分の体の中から違う生命体が出てきたわけですからね、うんはい、その体験を通して、うん、もっとこうヒューマンな、うんうん、あの人間寄りといいますか、うんうん、そっちの子供関係の本を作りたいと、うんうん、本当に思いまして、うんうん、そうだから子供関係とその、うん保護者、うん、親御さんたちをこう、うん、応援するって、うんうん、そうですね、うん、あと女の人、うんうん、産んでみたらなんか大変だなっていうことも分かったし、うん、なのでそういうお母さんとか、うんまあ、プレお母さん、まあ、働く女の人とか、うん、応援するコンテンツを作りたいなと、うん、本気で思いましてね、あの、うん、風明社さんって生活とか子育て、うん、保育、教育とかね、うんうん、あのいろんな障害のある方とかそういうのに特化した、うん本をねたくさん出されてると思うんですけどそうなんです、うん、そういう出版社さんってあるんですか？なんかこうあまりないかも、うん、ジャンルを、うんうん、そこにあの、うん、そういう本を出してる出版社はそれなりにありますけど、うん、そこまでこう特化したっていうのはなかなかないかな、うんね、なんかオールマイティなイメージがそうそうだから、うん、そういう面ではあのすごくポリシーがうんね、そうあのブレないというかね一貫してブレないですね、うん、もうそこの本質だけを突き詰めて、うん、あの作っていこうってところです素晴らしい、うん、言ってますはいでね、この新刊の話はちょっと後でまたゆっくり伺いたいと思いますが、はい、大ヒット中のね、はい、新刊で自身も保護犬を飼っているはいはい飼ってますよそれはどういう経緯で娘が犬が飼いたいって言ったことももちろんあるんですけど言ってたんですかそう、ね、で保護犬ってさどうやったら保護犬を飼えるの、うん保護団体があるんですよ、うん、あの殺処分に なる犬たちとかを保護団体はまず保護して、うん、でそこであの注射とかお医者さんに、うん、あのかけたりうん、あの検査したりとかして、うん、皆様に保護犬を飼いたいっていう方に、うんまあ、譲渡っていうんですかね聞きますね譲渡会とかね、うんうん、そうそうそれですそれですなるほどなるほどそういうところで、はい、行きましてって出会いましたっていうことですもちろんこの本のね、はい、きっかけでもあるんですけど、うんうんうんね、保護犬のね、はい、お話の本なのでねはい、ありがとうございますであとはお酒が大好きではい合ってます合ってますねはいゆきこさんも好きでしょ大好きですだめ大丈夫か出てこないから今日それに来たんだそうこあの保護者として来たのそう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 保護者なの2人がね私の保護者でもあるねありがとうございます2人でどんどんゼルでいかないよはいという黒岩さんのご紹介ねはいここはどうでもいいです1972年2月、はいはい、これちゃんと生年月日を書いてくれたのが偉いと2月なんだそうそうそうあそっちね、うん、知らなかった何日何日12あそう天気あ私の結婚記念日よかったよこれもでも思い出すね思い出すねそう建国記念の日の次の日だからね、うん、そうそうそうねはい長野県松本市生まれはいそこ大事、はい、医療法人社団理事はい、大学卒業後出版社に勤務、はい、市場調査や販売促進に携わりマーケティングのノウハウを学ぶ、うん、現在は医療法人社団に勤める傍ら、うん、出版社時代の同僚だった青田さんの風明社をサポート、うん、週末は指導者として少年野球チームの活動に全力を注いできたが新たな道を模索中、うん、ちょっと突っ込みどころ満載なんですかそうだねなんか硬いね、まず何屋さんなんですか何屋さん
医療法人、あ、医療法人、はい、理事を、はい、説明しようか、まあ、いわゆるク、いわゆるクリニックというか病院の、はい、あの施設が八王子と新宿にあるんですけども、はい、まあ、一応そこの、はい、まあ、理事を、はい、まあ、事務長、仕事のできる人なんですよね、はい、すごいね、出版の仕事もできるし、だからもともと出版社に、うん、そうですね、はい、僕もやっぱり青田さんと一緒で、はい、あの卒業して、ただ、はい、ね、さっきもう年齢変え、年齢っていうか生まれ変えちゃいましたけど、はい、ちょうどバブルが崩壊して、はい、就職大変だった、はい、ギリギリ一緒ぐらいか、私はあんまり大変じゃなかった、あ、本当、そう、大変でもう 選べなかったんで、出版社も全然募集してなかったんですけど、うんうん、もう違う業界に決まってって、うんうん、3月ぐらいに、うん、それこそ たまたまその朝日新聞の求人欄に最初に勤めてた実用書系の出版社の求人が出てって、うんうん、ああ、やっと出版社行けるって言って、でそこにかなり応募あったみたいで、まあ、たまたま縁があって入って、うんうんうん、そこからですね、出版社人生が。え、黒岩さんはなんで出版社に？あ、そうですね、本が好きっていうのもあったんですけども、うん、あの僕もなんか当時としては珍しくて、その本をその、まあ、営業というか、いろいろ全国行って売りたい、売る方にすごく興味があって、うん、珍しい。そう、それたまたまちょっと大学で、うん、そういったその出版業界の、ね、うん、あの構造とかそういう勉強する機会がゼミであって、うんうんうん、で興味持ったんですよね、うんうん、そう、それでそう入って、うん、でさっきのね、青田さんと違う出版社で20年前に、はい、同僚で、うん、そう、僕は20年ぐらい前に今の出版社、あの一緒にね、うん、出会った出版社であってっていう感じで、その時は営業さんと編集で、そうです、そう、ね、それでだから彼女が、うん、あの、もちろん彼女だけじゃないけど、うん、作ってる本を一緒、うん、あのどういうふうにしてね、こう企画から一緒に入って、うん、一緒にどうやって売っていこうかっていうね、うん、書店さんにどうやって売ったりと売っていこうかっていうのを一緒に会議とかで、うん、一緒にやってたりとか、そうそう、うん、そう、私ね、さっき知ったんですよ、風明社さんの社員さんではないんですね、うん、そうなんです、サポートをしてる、うん、そう、まあ、騙されたっていう、なるほど、まあ、役員みたいなもんですね、役員、そうだから創業その時の、まあ、からの、ね、そうで10年前にもう立ち上げるっていうから、ああごめんごめんごめんごめ ごめん、立ち上げるっていうから、うか、そう、じゃ あ、 そう、ね、あの彼女はほらもう作り手さんでいい本いっぱい作るけど、はいはい、あの売る本を売るっていうこととね、うん、作るってことはまた全然別なんで、うん、じゃあいろいろ相談乗ってくれて、うんうん、そしたらこういうふうにね、やってったらどうとか、いろいろ人紹介したりとかして、うんうん、そう、でもあっという間10年、ね、そう、お手伝いさせてもらって、あっという間で、感慨深いですよ、今で、ね、そう、じゃあ本業は医療、医療法人の今は、はい、でもいろいろ有能だからね、いろいろ、その前もいろいろ、うん、いろいろですよね、ここはしゃりますけど、そうだってほら少年野球のね、そうなんですよ、少年野球チームの指導者、そうですね、息子、あの、はい、次男がね、ずっと小学校からやってたから、まあ、うん、指導者やったり監督やらせてもらったりして、うん、で野球側じゃないよね、何顔なんかサッカー系じゃない、どちらかというと本当、いや、わかんない、私なんか野球がサッカーかって言ったらサッカー系じゃない、ねえ、サッカー系、本当今適当なすごいなずいてるなんか野球っぽくないよ、あ、でもね、よく言われますね、なんか別に野球バリバリやってきたわけじゃないんで、あ、そうなの、そうそうそう、本当だ、そうだね、そうそう、ただ本当好きで、はい、でもあの指導はね、うん、できるし、子供がすごい好きだったから、うん、はい、そうそう、だからそういう面ではね、そうそう、通じるものがあったっていう、だから風明社のコンテンツも、うん、ね、あの、なんていうの、あ、それはあるね、ね、好きなわけですよ、子供関係、はい、うん、はい、うん、本当にいろんな、そうそう、子供をこう、そっかそっか、ね、指導して、いろんな子供がやっぱいるじゃないですか、うんうん、正直家庭とかもね、だからそういう面ではすごくやってることにもね、ね、だからその会社のコンセプトと、うん、そう、ね、って言っても意見バンバン、うん、ね、うん、ね、またその多分関わってらっしゃるお子さんのジャンルも違うでしょうしね、うん、その子育てとかそういうのと、うん、そのスポーツをやってる男の子たちとか、うん、ね、
なんか違うでしょうし、はい、そうですね、うん、じゃあもうね、今腐れ縁で、うん、相棒で、うん、そうですね、はい、そう、そしたらね、こんな、そっち行きますか、ね、行きますか、 行きますか、はい、メインのお話、そう、僕ねちょっと、はい、自分のこと話し出せたらキリなくなっちゃうもう時間もねこれ限られてるし、ね、はい、そうなんですよ、はい、はい、ただいま大ヒット中の、妻が余命宣告された時僕は保護犬を飼うことにした、はい、というね、これ10月10日に出たばっかりなんですね、うんうんうん、そうなんですね、はい、今画像出ますか、はい、ね、えちょっとこの絵を見ただけでちょっと私悲しいもん、うん、イラストもいいですよね、なんか ね、すごくね、でもやっぱりちょっと読みたいってなる興味が湧く本ですよね、うん、はい、これは、どういう経緯でこの本を出版することになったんですか、うんうん、これはもうね3年前ですかね、うんうん、私がたまたま、うん、ちょっと病気をしたことがあって、うん、で病院でベッドの上でパソコン見てたんですね、うん、そう、そこで連載していたこの小林さんという著者さん の、はい、記事があって、うんうん、そこに、この福ちゃんという保護犬とあとこの奥様が写られてる写真があって、うん、もう私釘付けになってしまって、うん、記事を読んで、うん、あ、もうこの方にちょっと本書いていただけないかしらと思い立って、うんうんうん、でもうすぐにアポイントを取り、その方のその記事っていうのはなんかブログとかそういうことですか、うんうん、もうね朝日新聞のしっぽっていう、うん、ワンちゃん猫ちゃんのサイトっていうか記事のね、うん、媒体があるんです、うんうんうん、でこの本の取材も先日していただいて、うんうんうん、来週も記事また出る、新しい記事出るんですけど、うん、はい、その記事を読んで、うん、そこに書いていらっしゃったこの小林さんに、うん、原稿の依頼をさせていただいて、うん、でも大変な時だったのでね、奥様が、うん、まあ、受けていただけないだろうなと思ったんですけど、うんうんうん、私がこういう経緯でこういうふうに思って、うん、ちょっと書いていただけないかしらと思いましてっていうのをお持ちしたら、すごい直談判、うん、そしたら書いてくださるっていうんでね、でももういつでもいいです、締め切りもなしですっていう感じで、書けるようになってからでいいですっていうことで、うん、はい、で書いていただいて、うん、3年越し、今年原稿がブワンと、まあ、その前にもまあやり取りはずっとありましたけど、うんうんうん、来て、うん、はい、そうです、で、まあ、淡々と本を作っていき、うん、出たら、うん、ドッカン、ね、すごい、もうアマゾンでね総合1位になっていただいて、もう皆さん総合1位ってすごいことですよ ね、うん、ね、ジャンル関係なくの、うん、全部の本の中での1位でしょう、うん、社さんがもちろん頑張られたのでね、本当に、うん、素晴らしかったです、ね、で、この本の一応紹介動画があるんですよね、うん、はい、そちらをじゃあまずご覧いただいてよろしいでしょうか、うん、はい、お願いします。
い。あれ本人なんでしょ？本人、本件。本件なんでしょ？本犬。福ちゃん。福ちゃん。うちの子も福ちゃんなんだけどね。本当？そう。ええー。うちのワンちゃんも福ちゃんって言うんだけど。ええー。本件なのね。だから本当あのちっちゃい頃から。大きくなってちょっとそのあんまり私動物のね、うん、その悲しい話がちょっとトラウマでダメなんですけど、うん、まあでもまあいろんなことがあって保護犬になって、うん、今すごく幸せそうに楽しそうに遊んでたのがもうちょっとやばかったです、うん、私、うん、そうなんですよ、うん、でもね、うん、福ちゃんが救われたと思うじゃないですか、うんうん、違うの救ったはずが登場人物3人いますもんね。うん、うん、そうね。家族、奥様と、うん、あ家族、家族とね。あの息子さん、娘さん、うん、著者のお父さんと、うん、奥さんね、うんうん、があの救われてたのは僕たち家族だったっていう話なんですけどね。って泣けちゃう。そうでしょ。いや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 。でもこう全員がね、まあその結果どうであれ。みんながこう、うん、いろいろね、うん、感じるところがあって、ね、いい方向になった、うん、だろうなと、うん、そうなんです。いや、いや、うん、読みたい。でも読めない。読めない。キコさんね。そう、なんかね、私動物の映画とかもダメなんですよ。あのハチ公とかね、だからすごく有名どころで言うと。もうだからお芝居って分かってるけどダメなんですよ。もうね引きずっちゃうの、何ヶ月もで、なんかもう胸が痛くなってっていうちょっとトラウマがあるのであれなんですけど、でも福ちゃん元気だから福ちゃん、うん、福ちゃん幸せね、うんうん、すごい。でも何、10日でゴズリ、ゴズリ、ゴズリ、はい、ゴズリ、ゴズリ、ゴズリ、発売前にそのアマゾンの反響がもうすごくて、もうこれ予約がねすごかったから、もうこれ刷らないとまずいねって言って、でもすぐ刷って、でもそういうやり取りをこう分刻みじゃないけど、分刻みで動いてこうやっていかなきゃまずいよって、あの当然ね、あまりにもいや、これまでもいい本ねいっぱい出してコツコツ売ってて、でそれ一緒にこうコツコツやってたんだけど、その間がなくていきなりドーンってきちゃったから、もうてんやわんやで、ねえ、まだ続いてます。いやだってそうだよね、だって10月10日に発売したばっかりですから ね、うん、まだ1ヶ月経ってないで、ね、うん、あのむしろこれからその書評、うんうん、この日経の書評、そう、ね、日本経済新聞で、うん、はい、来週書評が出たりとか、今だから本当にお忙しい時ですよね。いや本当、電話もね、うん、鳴りやまず、何巻き込ましてくれるんだみたいな ね、本業もあるのに、まあ、本業ですよ、本業になっちゃうよね、うん、本業ですよ。それでね、なんかちょっとね、うん、すごい話も来たりして、あ、さっきちょっと聞いちゃった、ちょっと言っちゃった。いや、ほんとにそんなにまだわかんないけどね。いや、もうでも来ちゃったのでね、はい、どんな話がね、映画にもね、おぉ、うん、映画化、うん、決定、決定して していくでしょうね。でも映画化のお話があったと、もう、まあ、いくつもいただいて、いろんなお話をいただいてるので、どんどん着々と固まっていくと思います。いやいや本当に、ちょっと私はちょっとまあ個人的な理由であれですけど、やっぱりこういうその保護犬のお話もそうだし、保護犬によって救われた方がたくさんいらっしゃる、家族を救ったとかっていうのは、本当さっきもちょっとありましたけど、今の時代すごく大事っていうか、たくさんの方に知ってもらいたいなってすごい思いました。うん、あの動画もすごいいい動画だったし、そうだから10周年のさっきのね、9月にやらせていただいたパーティーでは、まさかこのことがあって、で今日こういう風にね、この宣伝をさせてもらうなんて本当にそうです、それも想像つかなかったんで、パーティーが9月の15でしたね、でしたね、うん、
みたいな感じで、これはやっぱりゆきこさん持ってる。いやいやいや、私何も持っておりません。歌っていただいて、ね、いやいやいや、そうで、ちょっと2人で話したのは、うん、じゃあ映画館なったらやっぱり出ていただくしかないよね、うん、主演ですか主演かどうかちょっとわっちゃん、わっちゃん、わっちゃん、福ちゃんですか。福ちゃんならいいかもね。福ちゃんに福ちゃんいいかもしれないけど、ワンちゃんになっちゃう。まあ歌をね、歌をね、ちょっとこのって決めちゃっていいのか、そう言っていいのかこれあれよ、ずっと残るんですよ。そうそうそう、ダメだね、言ったじゃんみたいな。契約、契約、まだダメ、まだダメ。いやいやね、いやいや、でも本当にたくさんの人に読んでもらえたらいいなと思います。もうこのイラスト、このイラスト、このイラストはどうしたんですか。これはね、その著者さんのインスタグラムをね、うん、されてるんですけど、うん、インスタグラムでももう大反響で、うん、もう大人気なんですけど、こちらでちょっとアイコンとかをね、うん、書いていただいたイラストレーターの方の山下さんって方なんですけど、うん、もうすんごい、もう何万書いてくださったかなっていうぐらい、もうたくさんたくさん書いてくださって、もちろん中全文読んだ上で、うん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 、このシーンがいいんじゃないか、のシーンがいいんじゃないかとか、うんうん、いろいろご提案くださって、うん、そうです。その中で最後、ね、さっきちょっとパラッと見させていただきましたけど、写真とかもね、うん、結構たくさん、うん、そうなんです。しかもカラーでね、そう、福ちゃんがね、ね、そうなんですよ。ちょっとお見せしてもいいですか？あ、ここはね、ここはね、どこがいいですか？ここはね、出ちゃうのでね。どこだったらいいですか？あ、どこでも福ちゃんの可愛いところがいいですか？来た時？来た時。来た時とかね。来た時。来た時。ねんねんしてる。あ、私じゃない。福ちゃん。福ちゃん間違えちゃった。福ちゃんになっちゃったからね。そうそう。福ちゃん。あ、かわいい。ねえ、赤ちゃんだったんですね。そうそう、でもね、すごくいいことをおっしゃっていただいて、こういう、うん、この本の良さだと思うんですよね、うん、この間の写真がね、すごくやっぱりこのものっていうか、うんうん、ね、癒される写真が ね、なんか結構贅沢にね、うん、写真がこう見開きで、うんうん、ね、だいたいにいいと、いいタイミングでね、そうですね、うんうん、ストーリーにあってね、うん、ずっと、はい、写真で撮っていきますね。でもあれなんですよ、この例えばこの一冊、うん、今、ね、イラストの話もしてくださいましたけど、うん、じゃあこのイラストで、うん、もう細かいところまで彼女が、うん、で有志でね、必ず意見を聞いて、うん、このイラストでいこう、じゃあ微妙にこの配置はどうしたらいいとか、うん、タイトルはここに置いたらいいとか、うん、そういうところまで一冊の本で突き詰めて、うん、いてあるので、毎回毎回ね、そう、毎回ね。いや、でもやっぱこれ目に留まりますもんね。うん、だ、よかったね、そうだね、ピンポン、うん、ね、ということで、まあね、これは今絶賛、販売中で、まあ全国の書店とか、全国の書店に置いてます、ネットでもね、うん、はい、これ電子もあるんですか？電子もあります。じゃあどこでも、うん、もうどこでも買えます。どこでも買えます。はい、はい、あ、QR コードもね、はい、はい、うん、ね、もちろん他にもたくさんのご本がたくさんあります、出版していらっしゃいますけど、もともとね、ちょっと時間がないので簡単にお話しますけど、もともと青田さんとの出会いはですね、はい、村上由香さんというね、ダウン症持ちの、うん、女の子の刺繍ですかね、うん、はい、弱いは強いと言ってるかな、ごめんなさい、ホームページのね、書籍一覧みたいなところに多分あると思うんですが、うん、はい、ね、弱いは強いという本の私が朗読をさせていただいたのがきっかけでね、うん、はい、ありました、あら、出たね、はい、弱いわ、出てたね、はい、そうそうそう、これもね、すごく絵もね、可愛らしくて、これ伊藤美優さん、美優ちゃん、美優ちゃん、はい、が描いてらっしゃる絵なんですよね。そうです、そうです、はい、もうね、この詩も
良かったですし、他にもね、私ちょっと、うん、あのイタリア発のあの女性のお医者さん、うん、モンテソーリ、はい、あーの系の本も結構出されてますよね。そう、実はマリア・モンテソーリ、あ、今ほら、うん、将棋の将棋のね、藤井聡太くん、そう、聡太くんがあのモンテッソーリ教育を受けてたっていうので、うん、そうなの、話題になってましたけど、このモンテッソーリ教育っていうのは、ね、うん、モンテッソーリイタリアのそうお医者さん、女性初のお医者さんなんですけど ね、そのシリーズも、はい、あのマリア・モンテッソーリ本人の許諾を得て出してるのが風名社だけなんです、うん、すごい、本人の、あのご本人の、まあ、オランダなんですけどね、教会は許諾をいただいて、あの発売でさせていただいております。だって初めて見ました。そのモンテッソーリっていう人は知ってたんですよ、うん、でもその人のこの本、うん、しかもなんかそのなんていうんですか、こういうなんていうの、こういう本、専門書教えみたいな、うん、モンテッソーリの ね、あのモンテッソーリ教育の、そう、まあ、真髄をそう、はい、ご本人が語っている、そう、本です。初めて見ました。これはシリーズ化になってるんですよね。これシリーズで5冊出てるんですけど、ね、これは誰向けなんですか。これはやっぱりね、モンテッソーリ教育に興味がある方、うん、ですね、うん、なので教育関係の方とか保育関係の方とか、あとは親御さんとかね、もちろんイタリア好きのとかいや私これ読みたいと思った。あ、本当に、うん、あ、こんなにあるの。そうなんですよ、ね、買います買います、アマゾンで買います。本当ですか。モンテッソーリは語るが一番新しいですね。あ、本当、うん、ちょっといろいろ勉強しよう、うん、本っていいよね、うん、さっきあのコメントにもありましたけど、うん、やっぱりあの今電子書籍とかいろいろあるけど、うん、あのね、楽譜も今オペラ業界でもね、うん、電子楽譜なんですよ、みんな若い子は。でもね、どうも私は苦手で、うん、やっぱ本持ちたい、うんうんうん、あとあのめくりたい紙をね、そう、あとあの匂いが結構好きなんですよね。そうね、また戻ってきてるよね、結局そうなるんですかね、ね、うん、そうそう、ということでね、まだまだたくさんの本がありますので、はい、今ねちょっと出していただきましたけど、風名社さんのホームページ、はい、風名社さんって名前面白いですよね。これはどういう意味が。これね、実は娘がね、うん、つけちゃったの。え、すごくない、うん、どういうセンス。いや、あの会社を起こすんだけど、うん、どうしよう、うん、って相談したんです。うん、幼児のね、保育園児の娘に、うん、そしたらあのママチャリのカゴの中で、うん、帰りに、保育園の帰りに、あの風名社だよって言ったの。すごくない、天才じゃん、うん、分かんないけど風名社って。そうって、え、漢字じゃないよね、でもね、うん、音だけ、音でね、だから漢字は大人の方で、こっちでね、うん、当ててみてね、うん、風が鳴る、素敵です、なりました。あ、で一応ホームページからもいろいろ、Facebook とかインスタとか X、はい、Twitter ね、はい、とかに飛べるようになってますけれども、はい、なんか風名社で検索をしていただくといろいろ飛べますね。はい、はい、あ、これインスタ、はい、もうぜひフォローお願いいたします、はい、ね、このあれだよね、インスタのページに私の朗読の映像をね、はい、載せていただいてましたね、うん、はい、ぜひ、まだ残ってる、うん、もちろん、もちろん。えって、あの、探してみてください。はい、あ、いました、はい。いました。それです。あ、そう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 。あの、素敵、朗読してます。ね、これもね、そういうのに、はい、ね。すごいハートフルでね。ね、はい、で、それから、お二人の個人の、SNS、うん。お二人とも Facebook ですね。あ、インスタも欲しいんでしょ、はい、でも更新ほとんど2人やってない ね、うん、あ、2人ともあんまりやってないの、うんうん、もっとね、ゆこさんみたいにまめに、うん、あら、野球、そうそう、野球だ、サッカー顔なのに野球そう、大谷の応援に行きました。あ、もう5分前だよ。はい、ね、SNS もね、ホームページもチェックしていただきたいと思います。ちょっとここで私の告知をちょっとだけ失礼させていただきます。はい、はい、はい、まず明日、ね、はい、明日の全国ツアーラストなんですが、ね、福岡公演、はい、明日、2時からですね、はい、私はあの早朝の飛行機で、福岡入りしますけれども、はい、まだ当日券もありますので、ぜひ、
天神にあるレソラホールというところですね、はい、ぜひいらしてください、はい、そして毎月、やっているカフェコンサートクレープありさ東京さん武蔵小屋もですね、はい、毎月12日にやってますけど、今月は映画音楽の洋画特集ということで、洋画のね、有名な名曲をいろいろ歌いたいと思います。こちらもまだお席ありますのでお申し込みお待ちしております。はい、そして次回のゲストなんですが、11月16日の放送で、ゴールデンゴートジュエリーの代表でジュエリーデザイナーの、飯田さとみさんにお越しいただきたいと思います。はい、こちらの言いたいことは終わりましたが、はい、で我々は次回はいつくらい次回、はい、映画化じゃ映画が来ましたら、そうだ、そうですよ、出るしね、あの主演大丈夫、そんなそんな俺も出ようかなって言ってたじゃん、ね、もう僕さっきね、あ、そうそう、映画ね、そう出た方が、ね、うん、やっぱサッカー顔だし、カエルのね、カブリの顔だし、そうそう、あ、お母さん出ないんでしょ、出ないでしょ、私は出ないの、あと、うん、通りすがりの人ぐらい、あ、そうそうそう、ぐらいな感じでね、ピンクでね、ピンクいいと思います、うん、よかった、でも今日はでも本当良かったね、統一性があってね、何の打ち合わせも、あ、まあまあ、こちらはね、打ち合わせされたし、そう、イヤリングも今日ピンクで、ピンクでね、そうなんですよ、です。なんかお二人は今後なんか目標とかやりたいこととかなんかありますか？いやー、でもどうだろうね、なんだろう、こうこれになんかこう、うん、展望になるとかじゃなくてね、粛々、うんうん、とね、いや、粛々といいものを作って粛々、ね、と一人でも多くの皆様のお手元に届けられるように粛々、うん、とコツコツと毎日時間を、ね、これはね、はい、ほんとたまたまぐらいのね、本当ですね、うん、分刻みでね、頑張りましょう、うん、しばらくね、いいものは売れるんですね、うん、とね、うん、そう思います、本当にでもありがたいですよ、本当に一冊の本を欲しいとお電話くださる、ね、いやいや、私はムッソリーニじゃなくてモンテッソーリー、モンテッソーリーちょっと酔っ払った、ヒュンヒコさん面白いよ、うんうん、はい、ちょっとこれもあの買います、そう、ちょっと思い切ってね、買って、うん、ちょっとダメになったらちょっと休憩して、うん、っていうふうに、ちょ興味はすごいあるんですよ、うん、ね、やっぱりそのこの保護犬ちゃんによって家族がどう変わっていったのかとかね、やっぱりすごく、うん、あの結末が気になるので、うん、うん、結末とかその過程がね、うん、気になるのですごく読みたいので買います。あとモンテッソーリも買います。はい、なんかあれですか、その出版本以外にそのなんかお休みの日とか仕事以外の時は何をして過ごしてるとか趣味があったりとかありますか？ありますか？私はテニスですね。マジで？うん、テニス、やってんの今。ガンガンやってます。すごい。黒でしょ、だって。体動かすのはいいよね。うん。運動やってます。野球ね。そうだから野球でもほらそれでも卒団だから。はい、次模索中なんだもんね今ね、うん、だからそれはサッカーにしません？指導者急に、うん、じゃあ俺次回呼ばれた時にちょっと考えてまた、あ、それなんか俳優さんとかなってたら面白いよね、そう、映画化、あ、なるほど、から始まり遅咲きみたいなね、そうそうそう、なんかそこから俳優の道を目指すみたいなね、はい、もう面白いかなって思います。締めが最悪だ ね、 ね、考えとけばいいかな、いやいや、でも本当におめでとうございます、ねね、10周年も、あ、10周年 ね、 10周年ね、うん、ベストセラーもおめでとうございます、はい、ありがとうございます、ございました、色々、しかもこのそのタイミングで本当にいいタイミング、本当に私も分かってなかったですから ね、 ね、その時はね、本当に、はい、ということ で、 で、ね、今後も、うん、はい、あの風鳴社さんに大注目していただいていきたいと思います。はい、はい、今日はお越しいただきましてありがとうございました、ありがとうございました、こちらこそ、そして最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた11月16日にお会いしましょう。それではおやすみなさい、おやすみなさい。